こんにちは、しずる TV です。本日は4月15日より発売される指原莉乃さんのプロデュースコスメリリミューのシアマットシェーディングをパーソナルメイクトレーナーの池内ひろ子さんにレビューいただきます。本日よろしくお願いいたします。お願いします。ではそちらのシアマットシェーディング2色今回展開があるとのことなんですが、はい、特徴を教えてください。お色が2色の展開になっています。イエローベースさん向けの色とブルーベースさん向けの2色シェーディングが出ました。でこの2つとも触るととてもしっとりしている粉っぽさを感じない質感 でマットです。とてもシェーディングに使いやすいこの質感と色味になっています。肌色に分けられているのが選びやすいですよね、うん、そうですね、うん、ではまず01番グレージュトーンというカラーなんですが、こちらはいかがですか。はい、ブルーベースの方に合うようなシェーディングの色が設定されています。例えばこのブラウンの部分、シェーディングってメーカーによってはこう1色しか出てなかったりすることがあるんですけど、ちゃんとこのブラウンの中でもブルーベース向けのブラウンになっています。ブラウンってあのシェーディングの中で一番使われる色だと思うんですけど、ブラウン自体がイエローベース向けの色なので、ブルーベースの人が使うとただこう赤茶っぽくなってしまうんですね。そうするとなんかこう赤茶でなんか肌がくすんだようになってしまって、シェーディングのその出したい効果を感じられないことが多いんですけど、このシェーディングはちゃんとこの一番明るい方、3色のうちの一番右の明るい色の方までちょっとこうグレーみたいな色になってますよね。こういう風にブルーベース向けの色でこうなっていることがブルーベースさんにはとても使いやすいと思います。すごい考えられた色選びなんですね。そうですね。そちらのシェーディングなんですけども、発色はいかがですか。マットでかつそんなに色がつきません。でそれもシェーディングのいいところなんですよ。なんかシェーディングをつけたい人ってこうがっつり塗って影にしたいって思ってる方がいると思うんですけど、実はそれがシェーディングの使い方としてはちょっと間違いで、シェーディングは塗ってるか塗ってないかわからないぐらいに留めておいた方が綺麗になります。そういう意味でもこのシェーディングっていうのは固くできているので色がドバッとつかないから自然なシェーディングが実現する、なんか初心者さんにも優しいシェーディングですね。ではそちらのシェーディングの使い方を教えてください。3色入っているとどうやって使うんだろうって迷いがちですが、大きめのブラシで全体をこうこのパレットの上で全ての色を取るように混ぜてください。でそこから一度ティッシュの上なのでポンポンと取ってからシェーディングをのせるとつけすぎが防止されて綺麗にできます。薄い色も入っているのでノーズシャドウにも良さそうですね。そうですね、シェーディングとして顔を例えば小さくしたい方であればこのお顔周りにも使えますし、小鼻をスッと見せたい方は小鼻にも使えますし、鼻の高さを出したい時にはここの目の際のところにも入れられますし、いろんなところに使えます。では続いてが02番ベージュトーンというカラーです。そちらはいかがですか。イエローベースさん向けのシェーディングになっています。そのためもう全体的にその黄みがかった色でこの3色が構成されています。ですからイエローベースさんってシェーディングを入れたい部分の影の部分もちょっと黄みがかっています。だからこういうシェーディングに黄みが入っているとちゃんとこう影として見えやすい、イエローの部分が共鳴して影に見えるので綺麗にシェーディングを入れることができます。ではそちらの発色も01番と同じく薄めなんですかね。薄めですね。薄めでマットでした、うん、ではそちらのシェーディングで小顔に見せたいっていう方はどういった風に使えばいいですか。そうですね、先ほどのパレットと同じで大きいブラシで全ての色をブレンディングしてからつけてください。
でシェーディングをつける時のポイントとしては、そのシェーディングはシェーディングを入れてますよってことが伝わってしまうとそれはもう失敗なので、ブラシを何度も往復させる方がこう綺麗に肌に馴染んでいきます。例えばエラとかだったら、そのエラの部分を何度も何度も往復してもう完全にお肌と一体化させるように、そんな使い方がいいです。なので一体化させるための、例えばイエローベースの方だったらイエローベースの黄みの入った色を使うことが大事だし、ブルーベースの方であればちょっとグレーのような色味のシェーディングを使うことが大事になってきます。はい、木内ひろこさん、ありがとうございました。ありがとうございました。ジズル TV では毎回専門家をお呼びしてプロならではのハウトゥーやレビューをお届けしております。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。木内ひろこさんの YouTube チャンネルも概要欄に貼っておりますので、ぜひご覧ください。木内ひろこさん、ありがとうございました。ありがとうございました。またね。